いや、いい天気だね。もうめちゃくちゃドライブデート日和というか、もう雲一つない青空ってわけでもないけどさ、いいね。喉渇くね、こんだけ暑いと。あー、やっぱ男は飲むにはでけえゼロサイダートリプルファイバーだよな。セブンのちっちゃいゼロサイダートリプルファイバーじゃダメなんだよ。でけえゼロサイダートリプルファイバーじゃないと。もううめえ。ゼロサイダートリプルファイバーってなんだよって思わない？名前絶対あの商品名決める会議に男子小学生携わってるよね。ゼロサイダートリプルファイバーちょっとダサすぎやしませんか？そう思わない？あ、思わない。なんかイランスマイレブンとかでも技名であった気がするんだよね。ゼロサイダートリプルファイバー V2 ないないか。通ってない。イランスマイレブン通ってない。なんかあの会社の後輩でさ、佐藤くんってやつがいてさ、まあ佐藤くんが1年目の時に、まあまあ一応先輩だからさ、こう仕事を教えるために外回りとか一緒に回るわけよ。外回りはね、ちょっとごめんね、小銭が気になるわ。外回りも一緒に教えるわけよ。で、まあ一緒に回ってると途中で休憩でさ、コンビニとか行ってさ、あ、なんか好きなもの買っていいよみたいな感じになるわけじゃん。ね。そしたらあの佐藤くんがそのゼロサイダートリプルファイバーを持ってきて、ちょっと先輩これ飲みたいっすっつって。で、俺その時そんな知らなかったから、あれ、それそんな美味しいのって言ったら、いや、これ味はもちろん僕好きなんですけど、これあの食物繊維が入ってるんですよ。で、これ飲むとすぐにうんこ行きたくなるんですよっつって。え、うんこ？はい、うんこっす。俺あんな元気なうんこっす初めて聞いたもん。うんこっすっていう単語すらそんな聞いたことないのに、はい、うんこっす。あ、そうなんだ、なんだこいつと思ったよね。ぜひ先輩も飲んでほしいっすって。なんで俺もうんこ行きたそうな顔してると思ったんだよって。うんこ行きたくねえし別に。いや、俺はいいやっつって。まあでも面白い後輩だな、可愛い後輩だなと思って買ったのよ。そのね、買ってあげたのよ、ゼロサイダートリプルファイバーを。で、怖かったのはそのまあその後午後も一緒に回るわけじゃん。あの一回もトイレ行ってなかった。あんだけうんこうんこ言ってたのに一回もうんこ言ってなかった。飲み切ってたのにちゃんと。ゼロサイダートリプルファイバーの力はあいと。怖かった、あの日の佐藤くん。うんこ行けよって。俺人生初めてだったよ、人にうんこ行けよって思ったの。口にはしないよ、口にはしないけど、ずっと運転しながら、なんでこいつうんこ行かねえんだよ、こいつうんこ行けよってずっと思ってたの。周りから見たら俺やべえやつだよ、だいぶね。え、うんことか漏らしたことある？あ、ない？ないか。ごめんごめん、変なこと聞いたね。ごめんごめん。いや、俺は、まああるというか、まあ成人してからね、そんな、がっつりうんこ漏らしはないよ。てか正直その、ちょっぴりうんこ漏らしやったら、その、全員してると思うよ。格好つけてるだけで。俺は格好つけずに言うけど、なんかアイドルはうんこしませんみたいなよく言うじゃん。違う違う違うって。ちょっぴりうんこ漏らしだったらアイドルもしてるから。へだと思ったらうんこでしたパターンなんて全員経験してることだから、もうそこはカッコつけて行こうぜって話。まあいいよ、あのこれは聞かないから大丈夫大丈夫。ちょっぴりうんこ漏らししたことあるとは聞かないから、そこはもうジェントルメンだから大丈夫。まあちょっぴりうんこ漏らしの話じゃなくてガッツリうんこ漏らしの話を今からするんだけど、まあ幼稚園の時よ、それは言うて、そのまあ幼稚園帰った時なんてさ、まあ自分で物事考えれないわけじゃんね、ちょっとしか、こうちっぽけな脳みそで考えてるわけだから。で、その時ね、住んでた家がね、その幼稚園から歩いて30分ぐらいだったのよ。で、幼稚園児の30分ってかなりの距離じゃん。で、まあ家まで帰る途中で、まあ、うんこ行きたいなって思うんだけど、うんこ行きたいなって思ったタイミングが、まあ、30分中の最初の5分経ったぐらいだったのよ。で、今だったらその幼稚園帰ってトイレ行けばいいじゃんって思うかもしれないけど、その時なんてそんな考え思いつかないじゃん、幼稚園児なんて。その25分間耐える方を選ぶしかないじゃん。で、25分間耐えたんだけど、まあラスト3分ぐらいだよね。だ、時間で言うと27分8分目ぐらいで、まあ、あの吉高少年は失敗してまして、失敗、ここで失敗はガッツリうんこ漏らしね。で、
まあうんこ漏らしたことない人には分かんないだろうけど、うんこ漏らした後の処理が大変なのよ。うんこ漏らすこと自体は尊厳は失われるけど、意外とその後が大変なのよ。その処理というか、そのまあ汚い話になるけど、その下着のね処理が、で親にも怒られたくないしどうしようかなってなってて、でその当時住んでた家がなんか平屋だったんだけど、なんか平屋の大きいベランダみたいな、まあ、ベランダっていうか縁側かなみたいなのがあって、その縁側の下にかがめばギリ入れるかなぐらいの高さのスペースがあったのよ。本当に30センチもないぐらいの、で吉永少年はない脳みそをね振り絞って考えまして、ここだと思って、その当時理科なんてもちろん習ってないじゃん。その科学の力とか知らないよ、遠心力なんて言葉知らないよ。ただもう自分のひらめきだけで遠心力を使って、トリプル A のハリケーンリリー歌う時みたいな、湘南の風みたいな感じで、そのうんこついたパンツをブンブンブンって回して思いっきりその縁側の下に投げたの。ヒューって闇の中に消えてたね。あれは見事だったね。あ、俺天才だなって思ったよね。はい、証拠隠滅って。まあ普通にノーパンの息子を帰ってくるから、お母さん気づくだろうけどね、なんでパンツないのって。あとちょっと臭いしっていう思い出があるね、うんこ漏らしは。で、まあ最悪の話なんだけど、そこ借家だったから、ね、持ち家じゃなかったから、もしかしたら今住んでる人ね、今は別の人が住んでるわけじゃん、まだ俺のうんこパンツがあるかもしれない。本当にごめん、それも謝ることしかできない。俺は本当にごめん。いや楽しいね。いやドライブデート楽しいね。まさか俺もね、デートで自分がうんこ漏らした話するとは思わなかったので申し訳ないよ。申し訳ないというか、逆にこのね、世の中の男性は自慢話ばっかする男もいるわけでしょ。自分のうんこ漏らした話できるやつなかなかいないよ。そこ加点していいと思うよ。逆にこれで減点するんだったら、あ、そこまでの女なんだなって俺はなるね。逆に俺は減点させてもらいます、すいません。まだなんかあれだね、ちょっと今軽く出たけど、実家の話しちゃうとやっぱ親の話とかしたことないよね。うちの家の話とかしたことないよね。そんながっつり話しちゃう。俺消防車が横通るとき黙るっていう家のルールがある。これは本当に笑いとかじゃなくて、家のね、話とかあんましなかったと思うんだけど、ちょっと今の怖い時間になってるごめんね。割と複雑でさ、うちの家庭が、まあ端的に言うと親がバツ3で、転校を小学生の間だけで4回してて、で名字が結構バンバン変わってるというか、言ってなかったっけ、言ってない。まあ簡単に名字の流れを言うと、林田滝沢大川滝沢大岩滝沢、林田滝沢大川滝沢大岩滝沢、もうねパン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 言えるようになっちゃったね。俺これ言うときはね、リズム天国やるときと同じ気持ちで言ってるもん。ノーミスで行きたいからさ。まあもう気づいたかと思うけど、その裏拍で滝沢が入るから毎回こう急性に戻るから、まあ結構引いてる感じ。まあ意外と珍しくないけどね、複雑な家庭。昔は俺がその小学生の時とかは確かにクラスに母子家庭とかはあんまいなかったイメージだけど、今ってだって離婚率ってかなり高いらしいしね。ではちょっと話飛んで申し訳ないけど、焼肉屋でバイトしてた時にさ、高校生が働いてて、高校生が、俺が二十歳過ぎた時だよ、男子高校生が働いてて、でまあなんかすごい暗そうな感じだったから、なんかあったら大丈夫って話聞こうと思ったら、親が離婚しそうなんですって、でお父さんかお母さんどっちにつくか迷ってるんですよねみたいな話をしてて、してくれたのよ、俺相談してくれて、いや俺この時のために俺の家は複雑だったんだって思って、あ、聞いてくれ何々くん、実は僕ね、複雑な家庭で親がバツさん でこうこうこう で名字がこう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 って変わってると、でいろいろ苦労したこともあった、でも今こうやって頑張ってこうやって普通に明るく生活できてる、だから大丈夫だよ君もみたいな励ましのつもりで言ったら、めっちゃ同情されて、男子高校生に、もう二十歳過ぎてんだよその時。
そうなんすか、頑張ってくださいって。ちょっと引かれましたね。でその1ヶ月後ぐらいに辞めてました、バイト。うん、今元気かな、あの子。元気だといいな。なんか締めっぽくなっちまったな。ちょっと話戻すけど、家が複雑なのよ。なるべく明るく話すから。いや、こうやってさデートしてるってことはさ、仲良くなりたいってことなのよね、これ言っちゃうと。うん、だったら俺のことも知ってほしいし。ちょっと待ってね、自転車が通るよ。俺のことも知ってほしいし、俺の家族のことも知ってほしいのよ。うん、そう、だからまあ話もそう、バツさんなわけよ。でお母さんがやっぱりね、だいぶクレイジーというか、クレイジーガール、うん、めちゃくちゃ男好き。うん、お母さんにこの言葉を使っていいのか分かんないけど、めちゃくちゃ男好きで、めちゃくちゃ男好きってことはめちゃくちゃモテんのよね。うん、もうそんなに珍しくないというか、彼氏が変わるのが。お姉ちゃんいるんだけど、お姉ちゃんとかよりも彼氏変わる頻度高かったもん。あ、また違う男性いるって。でまた多分手広く行くんだよね。なんか言い方あるけど、そこら辺にいるおっちゃんみたいな彼氏の時もあれば、よくこんなの掴めたなっていうイケオジの時もあるし。モテたんだろうね、うちのお母さんは。うん、そんな話が聞きたいわけじゃないか。まあ、そうね、まあ分かりやすいところで言うと、お母さんはね、うちのお母さんはね、新しい男ができると、あの台所でテントウムシのサンバ歌い始める。これ分かりやすい、お母さんの特性。俺がもしお母さん図鑑を作るんだったら、これは必ず書くね。台所でテントウムシのサンバ歌い始めたら、新しい男ができた証拠。これは分かりやすい、もうこれは兄弟の中で共通認識だから。あ、また新しい男できたなっていう、カレーの匂いとともに。あ、今日カレーだーっていうのと、あ、新しい男できたんだっていうのが同時に確かめられる。これはあるね。まあ一回会ってみたら分かるよ、ヤバさの。高校生の時とか多感じゃんね。でお母さんと一緒にスーパーとか行ってるとことか見られたくないわけじゃん、恥ずかしいじゃんそういうの。でまあ運動会とかもさ、正直来てほしくなかったんだこれは。なぜならお母さんってめっちゃ目立ちたがり屋だから。なんかわかんないけど、なんか全身黄色とかで着たりするんだよね。お母さんプーさんめっちゃ好きなんだけど、プーさんガチ勢なんだけど、うちのお母さん、それの影響かわかんないけど全身真っ黄色で着たりするんだよ。一回同級生にうちのお母さん見られて、犬の散歩してるとことかで常に黄色だから、その同級生のやつに黄色って呼ばれてた時期あったよ。あ、黄色着てたよみたいな、運動会黄色来んの今回みたいな。結構屈辱だよ、同級生に自分の母親のこと黄色、色で呼ばれるっていう、うん、苦い思い出だったね。であだ名で言うと、俺高校時代のあだ名マダニだったかな。マダニ、あ、この話もしないっけ。マダニだって俺高校時代。まあこれもちょっと汚い話になっちゃうからあんましたくないんだけどね、好きな女の子に。犬飼ってたんだけど実家でね、犬飼ってるとどうしてもね、こうダニとかが出ちゃうのよ、家で飼ってると、家の中で飼ってるとね。でマダニっていうね、ちょっとニュースとかにもなったりする、ちょっと危ないね、血とか吸ってたの、その伝染病とかも危ないダニがいるんだけど、そのマダニがね、金玉についちゃって、マジで金玉についちゃって、で高校時代の俺も結構お母さんの血を引き継いでるからさ、まあ、痛いわけよ。で目立ちたがりなわけよ。この金玉にマダニがついたっていうトーク一本で結構成り上がっていったのよ、同級生の中で。もう高校生金玉大好きだから、男子高校生なんて、吉高の金玉にマダニついたらしいぞ、ドカーン、金玉にダニ、金玉にマダニだけで結構もうどんどん受けんのよ。今こそ大人になっちゃったから誰も笑わないけど、でこの話をまあ調子こいていろんなところにしてたら、まあ柔道部入ってたんだけど、その柔道部の怖い先輩がいて、ね、その怖い先輩の耳に入っちゃいまして、それがね、俺がバカみたいにこう金玉マダニの話をしてるから、そしたらその次の日から、お前
金玉にまなについたらしいな、うん、本当にヤンキー漫画の1ページみたいな、なんかお前なんとかくんに喧嘩打ったらしいじゃんみたいなノリで、おいすごいよ、なんかお前金玉にまなについたらしいじゃん、こんな呼び出しある、どういう確認っていう、先輩もお前金玉にまなについたらしいじゃん、調子こいてる、調子こいてはないけど、でまあもう単純だよね、男子高校生のあだ名の付け方なんて、今こそなんかあだ名ダメみたいになってるっぽいけど、その日からマダニって呼ばれるなって、うん、結構ね嫌だった、うん、今こうやってベラ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 ドライブデートしながら話してるけど、結構あのあだ名マダニは嫌だったね、うん、何が嫌だってね、そのまあね、今こうやってドライブデートしてる時に言うのを申し訳ないけど、その当時好きな女の子とかもいたわけじゃん、男子高校生で、その当時付き合ってた彼女とかね、その子の前とかでもおいマダニーとか言われるんだよ、で先輩怖いから返事しないともう殺されるから、比喩表現とかじゃなくて、うん、もうマダニーって言ったらはい、もうマダニーの返事をしなきゃいけないの、はい、うん、それが本当に屈辱だったね、うん、俺それで俺柔道強くなってこの先輩をぶん投げようと思ったよ、糧にはなったよね、うん、屈辱、苦しみ、うん、悔しさ糧にはなって、ありがたいことに、うん、マダニが人間を倒すところを見せてやろうじゃねえか、うん、なんか意外とこう日常生活にマダニって隠れててさ、なんか1位2位とか3位とか順番が決まるときとかさ、おいまだ2位なのみたいな、まあ、例えばだけど出てくるとするじゃん、日常会話にまだ2位なのとか、今でもそういうことは聞くとちょっとフラッシュバック、別にそのなんかいじめられたとかではないんだけど、そのただただマダニって呼ばれてるだけだったんだけど、うん、人間の扱いを受けてたんだけど、あの結構マダニって呼ばれるのはね、結構あの時代はきつかったね、天気いいね、うん、なんか自分から話しといてなんか嫌なこと思い出してしまったな、なんかもっと明るい話したいね、ごめんね、うん、せっかくこんないい天気だね、こんな湿っぽい話してもしょうがないよ、うん、まあでも高校時代キュンキュンする話とかもあるよ、うん、まああの初めてできた彼女がいてさ、でめっちゃ可愛い子でさ、でまあありがたいことに先輩、後輩の子だったんだけど、先輩好きですみたいな、でめっちゃいい子でさ、うん、もうで俺も可愛いなと思ったし、なんかもう両思いみたいなって、まあ、付き合いさせていただいたのよ、うん、でまあ初めて向こうの家にお邪魔するってなって、でまあ初めてなんかこうもう慣れてない状態で、まあ、ファーストキスをするわけじゃないですか、うん、ド緊張もド緊張よ、うん、で俺のね宝物になるわけじゃないですか、あこれはもう心の中にずっと入れとこうってこの思い出はっていう、うん、そしたら次の日学校行ったら、あの同級生のね仲いい男子に、おいお前キス硬いらしいなって言われて、えお前キス硬いらしいなって、えまさかのその女の子がリークしてた、人を信じれなくなった日だよね、あれは。俺あの日に名前を付けるんだったら、人を信じれなくなった日っていう名前にする、うん。ある？人を信じれなくなった日ない、あないか、普通ないか、結構雰囲気明るくなったね今の話で、うん、よかったよかった、まあこういうなんつうの不幸話というかはこうやって話せるようになって完成だから、うん、あそんなこともあったな、だから今頑張ろうっていう、なんだかんだプラスには言ってますから、うん、っていう風に考えるようにしてる、うん、じゃないと苦しいから、うん、人は誰でもね一つや二つそういう話は持ってます、うん、おいいね、海が見えてきたね、いいねいいね、海とか行く？行かないよね。
大人になると海って入んの急にだるくなるよね。俺だけ？その見る側になるよね。その子供の時はさ、海行った時にさ、大人たちがさ、なんかあのパラソルの下でさ寝てんのさ見てさ、何考えてんのって、海来てなんで海入んねんのって思ってたじゃん。なんかある時からなんか海ちょっとダリーなってなり始めるんだよね。やっぱあの砂のせいなんだろうな。あの入った後の砂の洗い流しとか、あのなんかくっせえトイレの横のシャワーとかで洗い流す時間がだるすぎるって。いや大人になっちまったなって、戻りたいね。海ね、海で言うとこれもちょっとね、昔付き合ってた女の子の話になるんだけど、海で、深夜の海で線香花火した思い出あるよ。線香花火、あれなんか我ながら自分に酔ってたなって今では思うよね。なんか結構俺女の子の前だと自分のことキムタクだと思っちゃうから、その見た目は全然キムタクじゃないのにキムタクだと思っちゃうね。これもう多分あんま言い方よくないかもしれないけど病気だと思うんだよね、これ多分一種の、自分をキムタクだと思っちゃうの、ね、よ。でその時も自分のことをキムタクだと思って、で今も女の子と一緒にいるからキムタクだと思ってるし、全然ちょっと待ってねって思う時あったらちょ待てよって言うし、そんぐらい自分のことをキムタクと思っちゃう病なんだけど、まあその深夜の海で線香花火した時も自分のことをキムタクだと思ってるから綺麗だねみたいな、線香花火見て一番思うんだよ、一番つまんないタイプの男、線香花火見て綺麗だねしか言えない男、綺麗だね。でなんか上手い具合にその後ろとかでギターの弾き語りの練習してるなんか男性の人とかいて、なんか BGM もあってドラマのワンシーンみたいな。で自分のことキムタクだと思ってるじゃん。で臭いセリフもバンバン出るじゃん。で写真とかも撮るわけよ。花火越しの女の子とかツーショットとか。でそれが旅行だったんだけど、あの他県に行ったんだけど。まあ、自分家帰ってきて、あ旅行楽しかったなと思って写真見返すじゃん。あの写ってんの海の前のジャガイモ、田舎ジャガイモ、ちょっと薄暗いとこで花火持ってる田舎ジャガイモ、恥ずかしかったあれ。全然キムタクじゃねえじゃん、なんなんだあれ。あの瞬間魔法解けるんだよ。魔法にかけられたって、魔法にかけられてたっけっていうディズニー映画あったじゃん。あれって俺のこと言ってんだなと思ったもんね。もう変わるのよ、なんか作画が。その女の子の前にいる時だと俺の作画担当が変わるのよ。常時作画崩壊してる状態だから、女の子といる前だって。で実際あの女の子といる前は作画崩壊してんだけどね、自分ではうまく描けてると思ってんだよね。ずっと何言ってんのか分かんないけど気にしないでくれ。いやそろそろ着くかな。ちょっと渋滞してるね、やっぱり連休だからね。このドライブしてるときしりとりとかやったりする人あんまやんない。なんかうちの家系だけかわかんないけど、うちの家族はね、家族でドライブしたときとかね、前のナンバーとかでね、前の車のナンバー、まあ、じゃあ今1166じゃん、あれを使って、足す引く割るかける、どれでも使っていいから、あの数字全部使ってぴったり10を作らなきゃいけないみたいなゲームをやるのよ。意外とこれが面白いんだよね。だこれだと、6かける、ん6かける1で6で、どうしたらいいんだこれ。あ簡単じゃん、6引く1で5、6引く1で5、5足す5で10みたいなね。ちょっと前半バカすぎだけどこういう感じ。こういう空気にはなる。面白ではないから。でインタレスティングの方だよね。ぜひやってみて。これは別の男性とドライブデートするときがあったらね。結婚しようか。結婚しよう。好きだ。
俺結婚したいと思った人にこのゲームの話するって決めてたんだよ。結婚しよう、結婚しよう。今これ役所向かってる、うん、海って言ってたけどこれ役所向かってる。婚姻届出そう、うん、行こう。ああもう拒否権とかないから、ロックこっちでかけてるから出れないよ。